はい、こんにちは。日本改革党くつあわです。大谷様、ひろんじ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。公安調査庁のですね、各国の主要なテロ組織リストから、クルド労働党を削除したことをトルコ議会が非難。国際問題になってしまいました。各国メディアも報道開始だそうであります。世論です。なんでこのタイミングで変えたのか。トルコ内務省の入り口付近で自爆テロが発生。警察官2名が負傷。クルド労働者党が犯行声明と。クルド議連が圧力かけてそう。トルコ議会の映像を見たけど、結構激しく非難されてたな。トルコ空軍に空爆されてましたね。ミサイル攻撃されてましたね。あのクルド労働党の拠点基地、だからあのテロ組織っていうより反乱軍ってみなされてる、凶悪なところですね。現在はその部分ごとごっそり削除されて見えなくなってるそうであります。公安調査庁はネットで騒ぎになってることを知ってます。ちょっとあのどっからそれ知ったかっていうのは言えませんけれども、大騒ぎになってることを公安調査庁は知ってます。トルコ議会で非難されたことも知ってんじゃねえかな、多分な。最近岸田総理がですね、なんでいきなりこんなこと言い出したかわかんないですけど、テロ組織と言えるのは1998年の安保理決議、1267で指定された、それまでに指定されたテロ組織のみ。何の意図を持ってこんなことを言ったのか全然わかんないですけど、この言葉を真とするための措置だと思われるんですね、私は。なんで今こんなこと言ったのか全然わかんないですけどね。日本クルド友好議連からの圧力があったのかな。こんな人らが所属してます。新藤さん、稲田智美、和田政宗、西田昌司さん、山田博史さん、長島、中谷、中谷、今村、桜田、森山、なんて読むんだろうこれ、笠あと字読めない人、辻清人さん、東京の衆議院議員かな、などなど、山田さんも入ってんのか、山田博史さん、青山茂春さんは元会員ってなってたんで退会したみたいであります。この人らなんで抜けないんだろうね。こんなに評判悪くなってんのにさ、川口でクルド人が暴れてこんなに評判悪くなってんのに、なんで未だに辞めないんでしょうか。ネットで騒いでるだけとかバカにしてんですかね、俺らのことね。ネットだって書き込んでんのは一般人なんだから、今や一般世論と全く変わんねえのに、寝ぼけた連中ですね。未だにいるのはね。山田博史さんは下せねえなー。というわけで、大騒ぎになっておると、いうことでありますね。岸田総理、トリガー条項発動を検討せよ。自民、公明、国民民主、税調、検討の結果、検討しないことにした。あれ？国民民主は、玉木がトリガートリガーやれやれやれって言ってなかったか。検討の結果検討しないことにしたってどういうことなんだって話なんですけど、萩生田政調会長、ある程度の金額には慣れていただくと、いうことで、職務放棄してますよねこれね。高いのに慣れても高いもんは高い。政治は結果なんですよ。議員どもはガソリン代なんて気にしたことないだろ。慣れてもただただ貧しくなっているで、なっているだけ。自分たちは痛くないもんな。来年も安心して元売りは過去最高益。こいつら今のガソリンの値段知らんやろ。トリガー条項を無視するのは違法行為ちゃうんけ。国民に慣れてもらうって、政治家の職務放棄してないか。給料泥棒宣言じゃないかこれ。そんなんだから統一教会の力借りないと当選できんくらい選挙に弱いんですよね。政治センスないんだからこんなこと言っちゃうなんて、職務放棄と取られるようなこと言っちゃうなんて、政治センス全然ないから、もっとセンスある若者にですね、地盤譲って引退しろ。萩生田政調会長確か八王子地盤でしたっけ。
にしてもなんで法律でですね、リッター160円以上が3ヶ月以上続いたら、リッター25円の暫定税の徴収をやめるって決まってるものを無視できんだろうね。それこそ違法行為では、アニメのサイコパスの主人公、常森茜、監視官だっけな、肩書きは。忘れちゃった。法の信用を損ねるのは理不尽な法の運用。ワンの最後で言ってましたよ。立法府の人間が率先してね、法を軽視したら、一体誰が法を律儀に守るっていうのね。これ、法治に対する信頼性も失わせっから、こういうことやめてもらいたいですね。政府、自衛隊が使えるように、いくつかの空港と港を整備していく。NHK、民間空港は攻撃されない。へえ、自衛隊機が使ったら軍事施設とみなされ攻撃される。何言ってんだこいつって話なんですけど、世論です。今まで使えなかったことが異常。民間空港は攻撃されない。そんなことはない。NHK は完全に敵側。NHK はウクライナとイスラエル見えないのか。つい最近ロシアがウクライナの民間空港を攻撃したよね。病院だろうが学校だろうが攻撃されてんじゃん。NHK もその他のパヨ同様にですね、防衛妨害活動と、皆様から強制で集めた受信料で国民を危険にさらす NHK と、民間だから攻撃されないとか嘘ついてるし、もう潰すしかないですね。県、こんな県になくてもいんなねえよっていうところにも空港あるんですよね。茨城空港とか、福島空港とか、なくていんなねえなぁ、なんて、新幹線でいんなねえのって思うんですけど、県が空港欲しがるのは、有事の際に自衛隊機が使えるようにだとばっかり思ってたんですけど、そうでもなかったみたいですね。ドイツのアウトバーンは、もともとですね、三車線、片側三車線、いざとなったらこっから飛行機飛べるにしようっていう意図があって、そうなったみたい、です。日本もですね、高速道路、いざとなったらこっから飛ばそうぐらいの、感じで整備したらどうなのかなって思うんですけれども、私、てっきりね、変なとこにも空港ちゃんとあんのは、必要もねえとこに空港あんのは、自衛隊機が有事の際に使うもの、使うため、とばっかり思っておりました。全然そうでないんだって。まったくお花畑にも程があるな。県は見え張って空港欲しいとか言って何億もかけて空港作ってんじゃねえ。自衛隊さんのためにって言うんだったらわかるけどさ。上川法務大臣がスパイ防止法についていろんな考えがあると、消極的だったことについて杉田水脈さん、 LGBT 法案にもいろいろな議論があったのに猛スピードで成立、スパイ防止法もそれぐらいのスピードでやるべきと批判しておりました。そうだそうだ、スパイ防止法に反対するのはスパイだがんな、世論です。誰がこの国を支配しているのか議論するまでもなく必要。LGBT 法の時みたいに部会長一任で決めちゃえ。 LGBT 法みたいに細かいところは後で決めるでさっさとやるべき。公明党に骨抜きにされないようにしっかりとお願いします。グズグズしてるのは自民党にやる気がないから、反対するのはスパイと、北朝鮮支局維持のためにですね、毎年1億円もの金を北に渡してるスパイそのものの共同通信がこの投稿にも発表しそうだな。連日発表してたもんね、杉田さんにね。外線の合間にですね、スパイ防止法に反対するのはスパイですって録音を流しながらやってます。喋ってる時は止めてんですけど、ちょっとずっと喋りっぱなしってわけにもいかないですもんね。道行く人がですね、そうだよなってちょっとでも思ってくれたらそれでいいなって思っております。75歳以上後期高齢者健康保険負担引き上げる方針。現在はですね、所得の少ない7割の方が1割負担、所得が多い3割は2割負担なのかな。これを2割に引き上げて、そうすると4200億円浮くだって。そんなことやんなくても外国に気前よくばらまいてる金やめたらこのぐらいすぐってんじゃねえのかなって思いますけれども、世論、そんなことより安楽死制度を過剰な延命はやめるべきだよな。選挙の公約にしろ。自分たちの親の医療費も増えるんだぞ。
病院をサロンにしてる連中がいなくなるな。俺らがそうなる頃は5割負担とかになってそう。やはり生活保護最強というわけか。投票率高いですね。高齢者枠に手つけてくるとは、バカの岸田が総理のうちに1円でも多く徴税したい、1円でも多く負担率上げたいっていう強固な財務省の意思を感じますね、これ。所得の高い3割の人が2割負担。これって一生なんですかね。いくつになっても。75歳以上の全員がですね、2割負担になれば、日課のような病院が通いは減るかもしんないですね。最新平均寿命なんですけど、調べたら男性 81.05 歳。女性 87.09 歳でした。81歳と87歳、6歳も差があるんですね。女性の寿命は世界一です。ですんで日本は世界一女性が暮らしやすい国って言えるんじゃないでしょうか。女性支援の NPO は5000弱もある。男性支援 NPO はゼロ。だしね。75歳から男は6年、女性は11年生きるんだから、まあ、75歳までは3割ですね。75歳から2割。75歳から80歳までは2割。80歳からは1割とかに細かく刻んだらいいんじゃないの？高齢者の機嫌損ねたくないんだったら、こうしてもいいかもね。男は平均で80歳からは1年しか生きないけれども、みんな長生きするつもりでいいんだから、1割か、いいな、なんて思うんだからね。その他のニュース、12月1日、共産党の革命路線は変更なし。引き続き公安監視対象。閣議決定。クルド労働者党と違い、こちらは容赦してもらえなかったみたい。監視してんですけど、どうなんですかね。共産党が権力握りそうになったら、物理で止めてくれんのかな。それが選挙結果、まあそんなことはないと思いますけれども、共産党が権力握りそうになったら、物理で、まあ、自衛隊とかが出動して、物理で止めてくれんのかな。ただ見てるだけじゃねえだろうな、まさかな。ウクライナに世界銀行が融資する1700億円。なぜか日本政府が保証人になってました。なんでよ。戦後復興を独占できるとか、なんか美味しい担保でもあったんすかね。そしたら、それ説明してくんないかな。説明不足なんだよな、なんでもかんでも。こういう約束したから、融資の保証になりました。踏み倒されてもそれはそれで美味しいですって言ってくんねえかな。それとも岸田バカ総理のいい人ぶり隊が爆発したのかな。安倍派資金パーティー収支報告。5年間で6億6千万でしたが、実際は8億円以上だった。検察は捜査人員増員して関係者への事情聴取を進めてるそうであります。裏金作りって表現されてるんで、議員の収入として報告されてない。みたいですね。で、裏金になっちゃってる。金が消えてる。完全にアウトみたいですね。逮捕者出るんかな？それとも、国庫返納とかで済んじゃうんでしょうかね。これに関して、岸田総理は答弁を拒否。松野官房長官も答弁を拒否と。ちょっと自民党、他の派閥もやってねえか？麻生派とか二階派とか、岸田派とかも、やってないか？やってるでしょ、どうせ。外国人教員も主任や管理者になれるようにして、和歌山県教職員組合が、まあ、日教組ですかね、これ。県教育委員会に要望書提出。そんなの許したらですね、中国人が校長の公立学校が出現しちゃいますね。断固反対。要望したバカ教師ども、どこまでおめでたいんでしょうね。おめでたいっていうか、これは日本を破壊したいっていうことなのかな。教育委員会はいい人ぶって、こんなの絶対許すね。私立はいいよ、好き勝手やれば。評判が悪ければ生徒が集まらないってだけだろうね。視聴率大爆死だった日テレドラマ、大病院選挙、まさかの続編決定。父親が総務省の、桜井翔を切れなかったんだろうな。総務省のエラー、いい方だったんですよね。桜井翔の親父、なるほどな。自ら自社商品を既存してれば世話ないっすね。中国から米国にアクセスし、
世論工作していた Facebook アカウント4700を削除、メタ社日本も見習い、にちゃんとツイッターにうじゃうじゃいっからね、コンサルタント会社倒産が今年過去最多、経営のプロのはずなのに倒産と、ジムのトレーナーが太ってるとかですね、 AGA 治療、ハゲですね、薄毛治療の医師がハゲているっていう状態、こうすれば儲かるって言ったらじゃあお前がやれよっていうことだし、コンサルっていまいち信用してません、私必ず儲かりますからなんて話もですね、じゃあお前がやれよ、なんでそんなの人に教えるの、自分でやったらいいじゃんって思うんで、絶対に乗りません私は。というわけで12月9日救う会、拉致被害者救う会の署名活動、12月29日忘年会、メール党員様限定イベント、2つあります。イベントっていうか、まあ署名活動はお手伝いしてくださいっていうお願いですけれども、詳細はメルマガをご確認ください。皆様ご署名のお手伝い、署名活動のお手伝いしてください。忘年会もご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。